はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、レシートが D ポイントやお金になるということで、今回はレシートアプリについてですね。この動画では僕が普段から使っているお得なレシートアプリ、コードについて解説をします。普段からですね、スーパーやコンビニなどを利用して出てくるあのレシートがですね、ポイントですとか現金に無駄なく交換することができますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう ちょっと噛んだ。まあ今回紹介させていただくこちらコードというアプリなんですけども、まあ、以前ね、少し紹介したことがあったんですけども、最近ね、ありがたいことに見ていただいている視聴者さんも増えてきてるので、まあ、改めてこちらのレシートアプリ紹介させていただきたいと思います。で、こちらのコードなんですけども、まあ、普通にね、お買い物をする中で、まあ、レシートって絶対出てくると思うんですが、そのレシートが今回のタイトルのように、お金になったりですとか、ポイントに交換することができます。まあ、実際にどういったアプリなのか、公式ページを見ながらですね、理解していただければと思うんです けども、ここにも出てるようにレシートがお金に変わるいつものお買い物をもっと楽しくもっとお得にということで、このアプリ自体は iOS そして Google プレイなので Android にも対応しています。で、まあここにも出てるようにですね、やることはレシートと商品バーコードをスキャンするだけということで、ちょっとね後ほど僕も実践します。で、このコードのアプリの中で獲得できるポイントっていうのは2種類あります。貯まるポイントというものとコードコインというのものがあります。まずこのコードコインに関したら。 アプリ内で使えるポイントで検証にも応募できると。で、今回は僕、こちらをメインで話すんですけども、たまるポイントというものがですね、かなり優秀です。提携サービスに交換できるポイントで、1ポイント1円相当で交換できますと。で、交換先はこちらというところがあるんですけども、クリックすると、このたまるポイントから直接交換ができるのは、この D ポイント、そしてワオンポイント、Amazon ギフト券、この3種類はたまるポイントから直接交換ができるんですけども、 今、こちら下に4つ出てるんですけども、これは、PEX っていう、よくね、よくね、ポイントサイトで見かけることがあるんですけども、貯まるポイントを PEX に変えて、そこから7個とか、ポンタポイント、そして楽天ポイント、あとは銀行振込現金にも変えることができます。なのでね、本当にこのコードって、ポイ活をする上では、必須のね、アプリの一つなんですよね。ま、他にもお得が盛りだくさんということで、ま、いろんなね、楽しみ方が結構あったりしますし、ちょっとした家計はアプリにちょっと近い機能もあったりします。で、あともう一つこちらだけ見ていただきたいんですけど、 けどもなぜお金に変わるのかっていうところなんですが、ここですね、あなたのデータをマーケティングに活用ということで、メーカーや流通などの企業は、コードで取得した購買データやアンケートデータを自社のマーケティングに活用して、その報酬としてお金を払えますと。なので、企業さんからしたら、まあ、データが欲しいっていう感じなんですよね。そのため、クエストをクリアするアンケートに回答することで、いつかあなたが欲しい商品が店頭に並ぶかもしれませんということで、まあ、後ほどね、クエスト僕もトライするので、見ていただければと思います。 小さくね、こちらにも出てるんですけども、登録されたお買い物情報は、コードの各種機能の利用のために使うほか、統計処理されたデータとして、マーケティングのために活用されると、ご入力いただいた個人情報は、キャンペーン経費の発送のために使うほか、個人を特定できない形で統計データとして、マーケティングのために使用されることもありますということで、まあ、これらも含めて、まあ、安心して使ってくださいということですね。ちなみにですね、安心のメディア実績っていうことで、結構ね、いろんなテレビ番組とか雑誌でも取り上げられてるみたいです。 ちなみにこれ朝ですは僕が住んでる福岡の番組でしたよね。これは知らなかったです。ではですね、今お伝えした内容を踏まえて僕も早速ですね、ちょっとお買い物をしてきまして、今回このお買い物してきたもの含めて、このレシートを使ってですね、実際にコードを使ってみたいと思います。まずはですね、僕の場合今はもうコードをインストールした状態の画面からスタートするんですけども、まだインストールされてない方はですね、 アプリリのイインンンスストトーールルを先にに行っっててくださいインストールリンクは概要欄に貼っておきますで、レシートを読み込ませる前に、一旦ですね、ちょっとこちらだけ覚えておいてほしいんですけども、今、承認待ちゼロポイントって出てるんですけども、今から商品のスキャンを行うんですが、これが完了したらこの承認待ちのところのポイントが変わりますので、後ほどね、見ていただければと思います。で、確認できたら真ん中下の買い物登録っていうところですね、タップすると、画面が切り替わりまして、ここでお買い物した時のレシートを出していただきます。で、ここでレシートをね、撮影して、 していただくんですけども、撮影する際にちょうどこの枠の中で合わせて撮っていただいて、真ん中下のカメラマークをですねタップしていただくと、まあ、うまくね読み取れればいいんですけども、僕の場合ですねうまく読み取れなかった状態でもう一息ってちょっと出てるんですよね。ですけども。 店舗先のね。連絡先とか合計金額がまあ出てればオッケーです。まあ、日時はね。後ほど自動で入るんで、まあこの2つが出てればいいかなと。まあ、ですけども、基本的には3つ写ってる状態で次の画面に進んでください。僕は今回ね。このままの状態で登録を進めたいと思いますので、右下の登録をタップします。で、次にですね。商品のスキャンに行くんですけどもまあ、今回ね。購入したこの,このシャウエッセイの2袋付いてるもので1袋になってるものですね。購入したんですけども、これを読み込む際に、まあバーコード読み取りの画面になるんですけども、この画面をここのバーコードに合わせて。いただき そしたらですねうまく読み取れてこういった。 音が鳴ります。結構ね、この音が快会になってって、スキャンするのが楽しくなってくるんですよね。共感いただける方はぜひグッドボタンをお願いします。まあ、他にもね、バンバン読み込んでいきたいと思うんですけども、こちらのブナーシイメージを、バーコードを向けていただいて、ここでスキャンすると。そしたらまたさっきみたいな効果音が鳴って、またね、続いてこちら出てるピーマンをですね、読み込んで、完了できたんですけども、読み込んだらですね、こんな風に、ナスっていう風に出てるんですよね。そうなんですよね。なんか商品によっては、まあ、個人で生産されてる商品とかに関したら、 別ののバーコーコドととしてて登録されるることがあるので、ままままあこれ気にせずそのまま進めてていいいいいただいてもいいかなと思いますで続いてそのまま卵をですね、読み込んで、こんな風にバーコードを上に置いて、ま、もろもろの商品の読み込みが完了したら、点数を確定というところをタップします。ちなみに、同じ商品を複数購入されてても、一つとしてカウントがされるので、そこは気をつけてください。で、点数確定ですね、こちらタップしていただくと、ま、確認画面が出てきます。スーパーの情報であったりとか、先ほどね、レシートを読み込んだ際に日付が入ってなかったんですけども、ここでね、自動的に 日付が入っている状態でございますで合計金額が三千八百一円となんかこの日謎にちょっと金額が高いですねいつもだいたい2 0円以内で収めてるんですけどもで画面下に下がっていただいてこんな風に自分がね購入した商品がずらりと出てきます間違いなければ下のね登録というところタップするとここで購入情報登録していますと出てますのでここで先ほどね公式ページでも解説をしたこのバーコードチャンスというところが出てきますでこれをね一つ一つタップしていくとね卵がどんどん割れてってまあこの貯まるポイントとかコードコインっていうのが貯まるんですけど けども、ま、数が多いと、 このタップするのも大変なので、右下の割らずに結果だけを見る、カッコスキップというところがあるので、ここをタップすると、まあご覧のようにね、ちょっと薄くて申し訳ないんですけども、今回獲得したのが、この貯まるポイントが7ポイント、そしてコードコインというのが21枚貯まったというような状況でございます。この貯まるポイントが先ほどお伝えしたように、まあ D ポイントとかにも交換することができると。すごいですよね。このコードを使わなかったら、絶対その D ポイント7ポイントとかもらえないのに、このコードを使うだけでその7ポイントがもらえるっていうのは個人的には結構お得 かなという風に思いますでトップページに戻るとまあ先ほどねちょっとお伝えしてたこの承認待ちのところがですねゼロポイントから7ポイントという風になってます承認が完了したら左側のね自分が持ってるポイントに加算されるというような流れになりますんでまあ大体は承認されると思うんですけどもまぜ、あ、ひねこれも確認していただければと思いますでここからなんですけどもさらにそのコードを楽しむためにクエストというのがありましてそれがねまたさらにこのポイントアップまあブーストさせる一つの方法なんですけども例えばなんですがこの真ん中のところにですね α アルファベットチョコレートというものがあると思うんですよね。まあ昔ね、食べた方も結構いらっしゃると思うんですよ。これをですね、実際タップすると、このアルファベットチョコレートの情報が出てきます。まあ、簡単に言うと、この商品を買って、 で、コードで登録をしたら、なんと50ポイントがもらえるんですよね。これめちゃくちゃでかいですよね。これは正直、品によって変わっていたりするんで、その都度その都度どんな商品が出てくるのかっていうのは、まあ、一つの楽しみではあるんですけども、今回はね、このアルファベットチョコレートのクエストをクリアしたいと思うんですけども、やり方は結構簡単で、まずはとりあえずお店に行って、このアルファベットチョコレートを見つけてください。僕はね、まあ、福岡にあるスーパーのサニーっていうところがあるんですけども、そこにこのアルファベットチョコレートが置いておりまして、税込み297円と。若干ちょっと高い気がしますね。<laughs> ま、そこはもうあまり気にせず。で、見つけたらですね、やることの一つとして、買う前にかざしてチェック、カッコ推奨と出ております。これどういったものかと言いますと、まあ、タップしたら早いのでわかりやすいんですが、まあ、実際にタップしたらですね、先ほどみたいにバーコードを読み取る画面が出てきます。で、その時にですね、先ほど買う前の状態で、まあ、今これカゴに入れてる状態なんですけども、そこからですね、先ほどのアルファベットチョコレートのバーコードを読み込んで、 そ,したらですね、その商品で間違いがないかどうかということでその商品で合ってますっていうふうに出てきます。 これが出てくれば OK です。このクエストの商品を購入する前は、買う前にかざしてチェックをすることをお勧めします。まあ、せっかく買ったのにポイントが付与されないのはね、結構痛いと思うので。で、先ほどのお買い物の中で、こちらのね、アルファベットチョコレートも購入しておりまして、まあ、同様に、バーコードを読み取るついでにね、うまく読み取ってる状態なんですけども、そしたらですね、進行中という風に変わっております。で、実際にこれをですね、タップすると、買い物登録はね、先ほどのバーコードを読み取るときにも完了してるので、あとはこちらのアンケートに答えるというところをタップします。 そしたらですね、このアルファベットチョコレートについてのアンケートがありまして、このアルファベットチョコレートのチョコレートをどのくらいの頻度で食べますかと出てくるんですけども、ほとんど僕食べないので、それ以下の頻度というところですね、タップして、回答送信ですね、タップしたら、これでクエストが完了ということで、先ほどね、50ポイントが獲得できるということでございます。ですけども、先ほどと同様に、すぐに承認されるわけではなくて、とりあえずね、承認待ちの状態になるんで、これが完了すればまたご自身のね、貯めてるポイントの中に加算がされるので、 こちらもね、後々確認していただければと思います。結構ね、このクエストって面白いんですよね。 ちなみにですね、溜まったポイントの交換方法なんですけども、右上に人型のマークがあるので、これをタップしたら、ま、いろんなメニュー画面が出てくるんですけども、ここで溜まるポイント交換という項目があるので、ここをタップします。そしたらですね、先ほどもお伝えしたように、ま、D ポイントであったりとか、ワンオンポイント。D ポイントとワンオンポイントは300ポイントから交換することができます。で、ペックスに関したら400ポイントから交換できますんで、もしね、こういったポイントとか現金にされたい方は、もう少しね、頑張ってポイント貯める必要があるかなと。で、Amazon ギフト券は500ポイントから交換が可能と。 いうことでございます。 それではですね、本日お伝えしたレシートアプリコードについてのまとめなんですけども、アプリ名はコードというもので、特徴としてはレシートがポイントですとか、現金に交換できると。で、対応しているのは iOS、Android、それぞれ対応していると。で、ポイントなんですけども、2種類あるんですが、貯まるポイントであったりとか、コードコイン。この貯まるポイントは今出てるような D ポイント1を PEX に交換することができます。で、このコードコインに関したら今回ね、深く触れてないんですけども、コード内の抽選に参加することができますんで、その都度貯まるレシートがこういった風にポイントとかコインに交換できるんで、 とししたエンタメ要素も入ってるるで楽しめるアプリの1つかなといいう,うに思いま,すまあ、そんなこんなで今回はレシートアプリコードについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ、こういったポイ活とかお得とか全然興味がなかったこので、ね、レシートアプリを使ってなかった当時の僕からすれば正直ね、このアプリはマジで画期的なアプリだなというふうに思いました。なのでこのチャンネルを見ていただいている方であれば、例えばコンビニであればポイントカードを提示した後に何かしらのクーポンとか割引をして、その後にキャッシュレス決済をすると、 でそれだけで終わりではなくてその後のレシートまでもポイントになるので。 ポイントがね、使い方によっては20ドリ、30ドリ、40ドリぐらいまでいけちゃう時もあったりするんで、本当にね、このレシートアプリはポイ活には本当に欠かせないんですよね。ちなみに僕は交換するポイントは、まあ、D ポイントに交換することが多いので、まあ、溜まった D ポイントで、まあ、ローソンのお試し機見券とか、まあ、そういったポンカツっていうんですかね、それでよく使ってることが多いです。ま、ぜひですね、まだトライされてない方いらっしゃれば、このコードのインストールリンク概要欄に貼っておきますんで、またね、詳細気になる方いらっしゃれば、チェックしていただければなと思います。ということで、 本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました